このもインサイド詰まった当たりになりました。センター前進、セカンド交代、センターがスライディングキャッチ。ちょっと今交錯しましたけども、鈴木翔平掴んでいます。鈴木翔平がまあセカンド下がってる、ちょっとこう難しいプレーでしたけどね、今ね。これはね、覚えてます。セカンドバックハンド、外崎、この難しい体勢から一塁はアウト。お、どうかなと、外崎アウト。バファローズは一つは読めてないか、もう一つは球威がめちゃくちゃある、はい、さあこの回は涌井は栗山からというところで、まずは三振に仕留めて、そして中村拓也、高めのボール球、サードファールフライ。鈴木大地追いついた、当たりました。ぶつかりながらですがしっかり掴んでいます。スリーアウトとなりました。ランナー2人残塁はそうです。ファーストファールフライ、銀次が追いかけてギリギリいっぱい掴んだ。おっと最後ここです。この表情、そうなんです。これボール滑っちゃったらどうですか。まあ本当にあの試合前見てるとタインサイド止めました。こういうところなんですかね、嫌いじゃない。ベルトより下のボールっていうところですね。ああ、そのボールを捉えてライト痛烈な当たりですが、ライト上林ちょっと滑りましたがしっかりと掴んでいます。捉えたように見えた、アウトローですが、これはバットは回っていません。ボール先行、強い打球、ファウルボール。マックコーチが大変な言い方しましたよ。おっとっとっと、注目の打席、うん、あ、自打球顔に当たりました ね、 大丈夫ですかね。ちょっとこれは痛いでしょうね、うん、ちょうどヘルメットのね、うん、いわゆるこうねガードがないところですが、サードゴロ。中村武也は大変ハンドリングのいいピッチャーで、三振ですが、これでアウトを取りました。ロメロワンアウトです。そんなに大きく今日はコントロールは乱れてないですか、ここまでの。三塁さん、横飛び、山田よく突った。一塁送球、間に合うかな、どうだ、セーフ。内野安打、ロメロ走りました。あ、よく取りましたね、取ってよく投げましたけどね、はい、もうこのユニフォームですよ。いやだけど、まあ、普通以上に滑ってましたから、はい、それやっぱ時間かかりますよね。このチェンジアップをロメロがしっかりとバットの先ですが、この後のプレー、ここからですよ、これものすごいやっぱ、7番銀次に変わりまして、